を YouTube の著作権のことについてちょっとお話します。まあ最初にね、著作権を侵害された側ね、その対処の仕方、それとまあ僕の経験でね、侵害された側ね、侵害された側の対応の仕方というかね、対処の仕方、解釈の仕方というかね、どういうふうに請求するかというね、それと今回はね、僕が経験した、保証をしたということでね、まあこれは著作権の侵害、まあ、ちょっと微妙なんだけどね、一応僕が50万円ほど支払ったという、経験のお話をします。まあこの話はね、あるスーパーのディスプレイの写真を撮るね、依頼を受けたんですね。鮮魚と肉と野菜、それともう一つちょっとなんか商品のイメージ4カットの撮影があったかな。その時ね、予算がちょっと少なかったのでね、予算が少ないのなら、その写真を写した写真を僕もライブラリの写真として、使うというね、了解を得たんですね。それで撮影を、したんですけどね、数ヶ月ぐらい経ってね、スーパーのオーナーがね、オーナーから、その写真が勝手に使われているということを代理店に話しに来たらしいんですね。何か東京の方でね、何か自分のところの写真が使われているというね、職員関係の、それはどういうことかということを代理店にね、来たんですね。でその話を僕のところ持ってきて、いやあれはライブラリの写真としてね使うということでから言ってますよと言ってもね、それをそんなことは知らないというね、もう逃げ切られたんですね。まあ代理店はスポンサーにはそういうことを話してないよね。だからスポンサーの方はね、なぜ自分のところの写真がその別のものに使われているか、ね、使われているのかと、文句を言うのは当たり前よね。最初にね、その予算がないのでこういうことをすると言っていけば問題なかったんだけど、まあそれをしてなかったよね。請求金額は50万円ということでね、多分その時の制作費だったんでしょうね。その請求を僕の方に持ってきたよね。まあこちらとしてはね、自分の写真が、ライブラリーという会社の方にもね行ってるし、ライブラリーの方にちょっと電話して、こういうふうなトラブルが起きているということでね、話してね、どういうふうに解決するか、それを話した時にね、まあ向こうの営業マンがもう50万を支払ってその写真を全部買い取るような方向にした方がいいんじゃないかというね、そういう話になりました。まあその自分はね、僕も相当利益を上げていたのでね、その営業マンもね、それぐらいな金額なら大丈夫でしょうということでね、話を進めたんですね。このいきさつがね、どちらが正しいのかとかね、どっちの言い分が本当なのかということをね、裁判をしてもね、僕にとっては不利益やったよね。それはね、僕が負けるからじゃないですよ。僕はね、裁判をすればおそらく僕の方が勝っていたと思います。それはなぜかというとね、その時の撮影料金が見合ったものかどうかということでね、まず、それとその時ね、スタイリストを雇っていたんですね、一人。そのスタイリストがこうしたそのライブラリで写真を撮るということをね、話していることをみんながいるところで聞いていたんですね。だからそのスタイリストの証言を得れば、僕が言っていたことが間違いないということが分かるんですね。それではね、なぜ裁判をしなくて僕は50万円の支払ったのかといえばね、前に話した郵便局のトラブルの解決とちょっとよく似てますね。あの時は郵便局の担当者にね、弁護士をつけると言ったらね、何も言わなくなったね。それと同じですね。弁護士を立てるとその郵便局の担当者が不利になるんですね。郵便局の中でね、勝とうが負けろうがね、そういうトラブルを起こしたこと自体が問題だからね、それに非常によく似てるんです。
だから、裁判で仮に勝ってもライバルの会社の 方からすれば、そういうトラブルが起きるような写真を撮るようなカメラマンだということがね、そういうふうにね受け取ってしまうね。それよりはちゃんとね、まあそうした自分のマイナス面をね、出すよりはもうこの際すっきりした方がいいかなと、それで支払ったんですね。この著作権のシリーズね、契約書とかなんとかね、なかなか思うようにならないというね、これが一つの例です。仮にこちらが良くてもね、裁判で勝とうが何しようが不利益になる場合は損を受けてでも解決するということにもなりかねない。まあ、これはね、多分いろんなバージョンがあると思いますね。いろんなバージョンがね、だから普段何度も言うようにトラブルが起きないことをするというのがね、一番やっぱいいんですよ。この50万のね保証はね、本当のところは僕も欲があったよね。この撮影料金よりもライブラリーでに送って、写真をリースした方が利益が上がると思ってね、安い料金でも仕事を受けたね、そういうような欲があったよね僕も。それともう一つ、僕がその何の契約書もなくね、口頭だけで話して仕事を受けたね、このその時以来ね、僕はね仕事する相手をもう選ぶようになりました。これまでね、僕はその人に裏切られたとかね、騙されたということはもうほとんどなかったよね。今回初めてとかそういうような目にあったね。それ以来ね、警戒するようになったね、ものすごく。まあその時はね、相手を憎むとかね、お金が損したとかいうこと以上にね、非常に情けなくなったね。自分がそういう相手と仕事をしていたのかというとね、これがやっぱり一番大きかったかな。まあその時以来ね、僕は仕事相手ね、何かをする時は相手を選ぶということをしています。まあ相手を選ぶといってもね、相手がねどんな人間かというのはね、実際のところわからないんだけど、僕のイメージの中ではね、何かあった時にこの人はどういう対応をするだろうということをね、いつも考えて人を見ます。何もない時はいいんですよ、スムーズにいくからね。何かあった時にこの人はどういう対処をするか、どういう対応をするかね、それをいつも考えますね。まあ自分が良しと思ってね、仕事を一緒にねして、仮に裏切られてもね、その時はしょうがないね、この人が裏切るならそれなりの事情があるんだろうというね、そういうような気持ちができるような相手と仕事しますね。その時の50万円はね、将来の何百万の価値もありましたね。実際あの時はまだ僕も人が良かったのでね、人がいいし無頓着だった、いろんなものにね。だからそれ以来ものすごく気をつけるようになりましたね。おそらく本当何百万の価値を生んだんじゃないかな、その50万をね、注意するということにおいてね、トラブルに巻き込まれなかったというね、その後ね、いろんなトラブルに巻き込まれてない。まあ今回は僕のね、保証をしたという経験をちょっと話してみました。